こんにちは、フィーフィーです。やはり韓国で大規模な国際イベントの開催はまだ早かったようです。今月初めから韓国で開催されているボーイスカウトの祭典、世界スカウトジャンボリーがトラブル続出で散々だったと韓国メディアが連日報じています。もう今韓国ではこの話題で持ちきりなんです。 韓国側の準備不足や雑な運営体制で世界に恥をさらしたと韓国のメディアが報じています。もう多くの国々が団体で参加しているだけに、韓国政府も対応に追われました。 これ広いキャンプ場を使って世界中のボーイスカウトの子供たちがキャンプを体験するというものなんですが8月1日から12日までの開催予定でしたただもうアメリカやイギリスなんかは早々に撤収していますし残る他の国々の参加者も8月8日には全てキャンプ場から撤収しました 韓国政府は台風6号の上陸で各国の撤収が早くなっただけと言っていますが実際はそこだけではなかったんですまず熱中症患者が多数出たことを受けて世界スカウト機構が12日までの日程を8日までに短縮するように求めていたので早めに終わってしまったんです これも事前に他国のボーイスカウト連盟から警告があったのに、韓国側が対策を怠ったと記事にはありました。あまりにひどい状況ということで予定が短縮されたんですね。150カ国以上から集まった3万7000人の中高生たちはキャンプ場からソウルなどの他の地域の宿舎にバス約1000台で移送されたそうです。 まあ、キャンプをしに来たんですけどね。まあ、ただ台風が直撃するかもというのは、本当でこれは不運としか言いようがないんですが、それ以前に多くのトラブルが起きて、一部参加者はすでに帰国していました。このイベント、世界スカウトジャンボリーは、定期的に開催されていて、その年によっていろんな国で行われるんです。日本でも開催されたことがありますが、日本は何の問題もなく成功したそうです。 何でも日本と比較するのが大好きな韓国ですが、この件についても朝鮮日報が、韓国は100億円を使って大失敗。日本は税金を使わずに成功した。韓国は情けないなんて報じていました。で、今月1日にスタートした韓国のスカウトジャンボリーで何があったのか。まずスタートして早々に日中の気温が35度前後に達する。 猛暑に苦しんで、熱中症患者が続出しました。あと、害虫による虫刺されなども相次いで、最初の1週間で5700人以上が手当を受けたんです。ボーイスカウト日本連盟によると、日本からも1568人が参加したんですが、すぐにキャンプ場から別の地域の宿舎に移ったそうです。熱中症で手当を受けた日本の参加者もいました。 これおかしいのが日本人も被害に遭っているのに、日本のメディアではほぼ報じられていないことなんです。え普段は何かと韓国の情報を挟んでくるのにおかしいですよね。まあキャンプをしに行ってるんだから過酷な状況でも仕方ないなんていう人もいますが、 これも以前他の国で熱中症が出た時にその反省点としてどう対応すべきかどう防ぐべきかマニュアルが各国に伝わっているはずなんです。韓国も開催国に選ばれているということもあって運営側が海外研修にまで行っていたのに結局そのマニュアルが全然活かされてなかったそうです。あときついのは衛生面です。 トイレが全く清掃されていなくて、使った紙が山積みになっていたり、またゴミが放置されていたりする衛生面の問題も指摘されていました。もう暑い中でゴミが放置されたままって、もう匂いもきついですからやばすぎます。 またシャワー施設の衛生状態も問題になりました。シャワールームでは排水がされず参加者の中には仕方なく長靴を履いてシャワーをしていた人もいたそうです。大体いい4万人ぐらいが参加するイベントで清掃員が70人しかいなかったんですよね。あと参加者は組織委員会から 食材の提供を受けて自分たちで食事を準備しなければいけないんですが、ここでも問題がありました。新鮮な食材がなくて量も不十分で、参加者から不満の声が相次いだんです。あと量だけではなくて、組織委員会が参加者に提供したゆで卵からカビが見つかったというのも報道されていました。これ写真を見たんですが、卵の殻を剥いたら卵に黒いカビがついていたんです。 ですそんなの見たことないですよねこれについて韓国政府は今調査を行っているそうですあと国際大会なんかでは今はまあそれぞれの食習慣に合わせて食材が用意されることが基本になっていますがこれも準備不足で混乱が起きたそうです、まあ、基本的なこともできていないことに各国から韓国の運営に批判が続出しましたその他 女性の皇室に男性スタッフが入ってくるという被害が報告されていたのにもかかわらず5日間韓国の組織委員会がこれを放置して何の措置も取られなかったことも問題になっています、まあ、こうした問題がイベントがスタートしてすぐに次々と発覚したんですもはや国際問題ですよね 韓国政府もこの件でバタバタして、それでも韓国のハン・ドクス首相は8月5日対策を強化した上で続行する考えを明らかにしていました。まあ、そのことが伝えられると韓国メディアはこれはまるで熾烈なサバイバルが繰り広げられた人気ドラマイカゲームのようだと報じていました。でもこれ参加者はかなり高い費用を支払って参加していますから まあ楽ししみだだっったたけにに韓国でで残念なな気持ちになったでしょうイギリスのスカウト連盟代表は韓国のスカウトジャンボリーでトラブルが相次いだことに対してこのように話していました。参加者たちは1人約3,500ポンド日本円で約64万円を支払っているその費用は募金活動で工面したケースが多いと話しました。 例えば、イギリスのスカウト隊員たちは、ジャンボリーに参加するために、学校や地域でクッキーを作って売ったり、まあ、そんな活動で費用を集めるそうです。また、保護者は、娘は参加費を工面するために、1年6ヶ月間パンを焼いて売ったり、英語を教えたり、飲食店で働いたりしたと語っています。また、ある参加者は、韓国語と韓国の文化の勉強もしたと話していました。 韓国で良い思い出を作ろうとしたのにホスト国である韓国にずさんな対応されたわけですから悲しいですよね。 ちなみに予定が変わってしまってホテル移動をしたことで追加で約1億8000万円以上がかかったそうです。これについてイギリスのスカウト連盟はイギリスのスカウト隊員たちは今後3年間から5年間計画していたことができなくなるとこう話していました。 イギリスのスカウト連盟は今回のトラブルが続出したことにかなり起こっているんですがそれがなぜかというと何度も韓国側に前々から現場の状況に関してて懸念を訴え続けていたそうです一部は改善されたようですがそれもかなり対応したのが小規模だし対応も遅かったんです。 韓国は自分たちは先進国だなんて言っていますけど、まあ、とてもじゃないですが、先進国とは思えません。ちなみにホテルに移動するスイスの参加者を乗せたバスが、事故を起こして負傷者まで出ています。 で、ここでこのトラブルを韓国はどう乗り越えようとしているのか、これ韓国政府が緊急で話し合っていたんですが、もうこの国の威信もかかっていますので、しかしここがまあ実に韓国らしいんですが、なんと予定にはなかった BTS のメンバーも全員招集して K-POP イベントをやろうじゃないかと、そんなことを韓国政府が言い出したんです。 しかもここに今兵役に行っている BTS のメンバーも全員招集して参加できるようにしようと韓国の議員が国防部にまで要請したといいます。やばすぎますよね。何でも困った時は BTS を引っ張り出してきて国の事業でも政治の場でも利用するわけです。 BTS のメンバーが以前も泣きながらこれ以上活動したくないと訴えていたことがありましたが、まあそりゃそうですよね。こうしたことも BTS のメンバーが活動したくなかった理由に含まれているんでしょう。 韓国はいつまで経っても問題が何なのか、どこにあるのか、向き合いもせずに、表面的なところばかり作うってやったように見せかける。まあ、そんな姿勢が改善されないままだから、今回のこのスカウトジャンボリーも問題が続出して大変なことになったんです。やはり韓国には大規模な国際イベントの開催はまだ早かったんでしょう。 さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします